栗原博久は、日本の政治家。衆議院議員、環境政務次官、農林水産副大臣などを歴任した、新潟県新津市生まれ。農家の次男であり、新潟県立新津高等学校を経て、新潟大学農学部卒業後、新潟県職員となる。その後、自民党衆議院議員であった、畑野新一の秘書を務めた。1979年、 第35回衆議院議員総選挙の旧新潟2区に無所属で立候補したが落選。以降5回連続で落選したが、1993年の第40回衆議院議員総選挙において初当選した。当選後は自民党に入党。小選挙区比例代表並立制導入後は新潟4区で2回再選。1999年1月30日、中国。 江沢民主席が昭和天皇に贈呈した時オス個体、ヨーヨーメス個体、ヤンヤンの受け取り政府代表として訪中。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、菊田真紀子に敗れ落選。再起を図ろうとしたが、菊田に勝てる見込みが薄いとのことから身を引き、長男で政策秘書、医師の栗原博士を後継にした。しかし、博士は、 第44回衆議院議員総選挙、第45回衆議院議員総選挙で、菊田の前に敗れた。その後、第48回衆議院議員総選挙に新潟4区から無所属で出馬の意向を示したが断念し、自民党公認で比例北陸新越ブロック単独で立候補するが落選している。2012年12月4日、第46回衆議院議員総選挙において、 新潟4区から日本維新の会公認候補として立候補したが落選し、比例復活もならなかった。2013年7月21日、第23回参議院議員通常選挙に日本維新の会から比例区で立候補したが落選。第47回衆議院議員総選挙の前に自民党に復党し、同選挙には出馬しなかった。 2017年4月29日付の春の叙勲で朝日中受賞を受賞。公認獲得へ活動対象的衆院新潟4区自民支部長をめぐり、新潟日報。 https://www.niigata-nippo.co.jp スラッシュニューススラッシュポリティックススラッシュ20190612475698ドット HTML2019 年7月18日日閲覧新潟日報2014年11月28日 読売新聞2017年4月29日13年。ありがとうございます。